アイテム番号 SCP-46JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-46JP はサイト8107の施錠可能なロッカー内部に保管してください。1週間に1度収容状況を確認し、報告書には必ずロッカー内を撮影した写真を添付してください。なお、収容状況の確認は、ロッカー内に SCP-46JP が収容されていることを知っている職員が実施してください。収容違反が発生した際は、過去に SCP-46JP を目視した経験のある職員が捜索に当たってください。説明、SCP-46JP は、県内の県道、号線沿いに設置されていた交通標識です。SCP-46JP の表面には、制限速度 40km、H、を意味する模様が印刷されており、回収地点の道路の制限速度もその通りでした。SCP-46JP は材質、表面の塗装、形状のいずれも一般的な道路標識と変わりがありません。SCP-46JP の特異性は、その場所にあるという事実を知らない者は目視で SCP-46JP を察知できない点にあります。そのため回収地点ではこれまでに毎月数十件の検挙が行われており、エージェントが検挙されたことでその存在が財団の知るところとなりました。SCP-46JP は財団職員の手により回収され、現場には新たな標識が設置されました。SCP-46JP の視認性について実験を繰り返した結果、単純にその存在に気がつかなくなるだけで、透明になるわけではないことが判明しました。また、撮影された写真やビデオ映像上では46の存在を確認することができます。ですが SCP-46JP を手に取って歩き回っても、目視ではその存在を認識することが困難なため、凶器として用いられる危険性があります。以下、SCP-46JP に対して行われた実験の記録です。実験記録 46JP 1、日付19。対象、B、046JP 1。実施方法、不透明なケース内に SCP-46JP とペン、コップを設置、対象にケースの中を目視させ、何があったか回答させる。結果、対象はペンとコップについてのみ回答した。分析、SCP-46JP の特異性は場所によるものではなく、SCP-46JP 自体にあるようだ。実験記録 46JP 2、日付19。対象、B、046JP 1、実施方法、不透明なケース内に SCP-46JP とペン、コップを設置、対象にケース内に道路標識が入っていることを伝えてから、ケースの中を目視させ、何があったかを回答させた。結果、SCP-46JP とペン、コップのすべてについて回答した。分析、どういう標識かについては教えていなかったが、実験対象は制限速度 40km、H であることも回答した。実験記録 46JP 3、日付19。対象、B、046JP 1。実施方法、不透明なケースの底にレポート用紙を1枚設置し、その上に SCP-46JP を配置した。レポート用紙を隠すように SCP-46JP を設置し、対象にケースの中を目視させ、何があったか回答させた。結果、対象はケースの中を目視した上で、何も入っていなかったと回答した。分析、どうやら標識が透明に見えるわけではないようだ。博士。実験記録 46JP 4、日付19。対象、B、046JP 1。実施方法、不透明なケース内に SCP-46JP を設置し、
対象にケース内を一度目視させる。一度目の目視後、対象にケースの中に道路標識が入っていることを伝え、もう一度目視させる。結果、一度目の目視では何も入っていないと報告した。二度目の目視の際に、対象は驚きつつも SCP-46JP の存在を確認した。分析、情報伝達による意識の変化が、SCP-46JP の視認性に関わっているようだ。実験記録 46JP 5、日付19。対象、B-046JP 1。実施方法、SCP-46JP が設置されたテーブルを対象に目視させる。対象が SCP-46JP を視野内に収めている状態で、SCP-46JP の存在を教える。結果、被験者は SCP-46JP の存在を聞いた瞬間、SCP-46JP がテーブル上に出現したと報告した。分析、繰り返し実験の結果、SCP-46JP は被験者の視野に突然現れたように感じられたようだった。実験記録 46JP 6、日付19。対象、B-046JP 1。実施方法、SCP-46JP と不透明なケースをテーブル上に設置し、対象に、ケース内に道路標識が入っている。と伝えた上でテーブルを目視させる。結果、対象はケースを開き、道路標識がないと報告した。分析、SCP-46JP の存在を知っていても、情報が一部でも間違っていれば認識できないようである。実験記録 46JP 7、日付19。対象、B-046JP1、B-046JP 2。実施方法、対象 A に SCP-46JP を持たせ、別室にいる対象 B を SCP-46JP で殴打させた。結果、対象 B は対象 A に殴打されたことを報告したが、対象 A が何を持っていたかについては回答できなかった。分析、SCP-46JP で武装したならば、完全にこちらが無防備であるかのように見せかけられるのかもしれない、博士。実験記録 46JP 8、日付19。対象、B-046JP 1。実施方法、テーブル上に SCP-46JP を設置した様子の写真を対象に目視させ、何が映っているか回答させた。結果、対象は道路標識があると回答した。分析、どうやら一度カメラを通すと、SCP-46JP は普通に認識できるようだ。これでは SCP-46JP で武装しても、監視カメラで見つかってしまう。博士。ホイ、エージェントによる SCP-46 に関する覚書。日付19、職務に関する移動の際、県道、号線の、付近で違反切符を切られた。担当していた、巡査によれば、この区域は制限速度 40km、H だという、県道だぞ。確かに片側一車線の田舎道ではあるが、それでも県道だ。だというのに制限速度が 40km、H だと、そもそも俺は標識を見ていなかった。その旨を主張し、車載カメラの動画像を車に積んでいたパソコンで再生したところ、確かに制限速度に関する道路標識が映っていた。俺が見た時はあんなものなかった。きっとあれは SCP だ。絶対に間違いない。日付19、SCP オブジェクトと推測される物品の調査について、という名目でしばらくこの近辺を調査することにした。とりあえず現場付近に徒歩で接近し、道路標識を目視で確認した。先日の移動中には気がつかなかったが、確かに速度制限の道路標識は存在していた。表面の傷や、塗装の汗具合からすると、
昨日今日の間に設置されたものではない。やはり SCP に違いない。引き続き調査を行う。日付192、先ほどの道路標識の目視後、しばらく県道沿いを調べている間に、6台の車両が違反切符を切られていた、交通標識の側を通過後、制限速度が変化したことに気がつかなかった哀れな連中ばかりだ。問題は、わずか3時間の間に検挙が行われたということだ。やはりあの道路標識、あるいは道路標識から24メートル離れた脇道で待機している警察車両に、何らかの特異性があるようだ。日付19、7日間の調査の結果、以下のことが判明した。県道のこの速度制限区間では、1日平均、県の制限速度違反が検挙されている。検挙されたドライバーのうち、6割、俺がドライバーと警察官のやり取りを盗聴できた件すべて、について、ドライバーは道路標識の存在を気がつかなかったという旨の発言をしている。日中夜間問わず、警察の監視が行われていない時間帯に通行した車両のいずれも、制限速度を遵守していない、私物の自家用車にて、県道、号線を制限速度を遵守して通行したところ、後続車両からクラクションによる警笛を受けた。以上の点から、県道、号線を通行する車両のドライバーは、制限速度 40km、英知の道路標識の存在を認識できていないと推測される。以上の調査結果に基づき、博士に対し県の道路標識が SCP オブジェクトである可能性を報告し、博士による詳細な調査を申請する予定である。あの道路標識が SCP オブジェクトであることが認定されれば、即時回収と代替部品の取り付けが行われるはずだ。そうなれば、あの区間でのネズミ捕りはかなり困難になるだろう。ざまあみろ、巡査。